カール・アル・ノルトは、ドイツの政治家。所属政党は、中央党、後ドイツキリスト教民主同盟。1947年から1956年まで、ノルト・ライン・ベスト・ファーレン州首相を務めた。ビュルテンベルク王国ビーベラ・ハンデアリス近郊の部屋、リスヘーフェンに生まれる。最初靴職人の修行を始めるが、1920年から、 ミュンヘンのレオハウス社会高等学校で学んだ。アルノルトは自身をキリスト教社会主義者だと思っていた。1920年からキリスト教系労働組合で働き始め、中央党に入党。1924年にはキリスト教系労働組合団体のデュッセルドルフ、畜書機長に就任した。1925年から1933年まで、 デュッセルドルフ市議会議員に選出され、中央党議員団副団長を務めた。1928年に結婚し一難、ゴットフリートを設けたが、ゴットフリートは後に、ドイツ連邦議会議員を務めた。1933年からは、デュッセルドルフの展示施設の共同支配人になった。ナチスドイツ時代はゲシュタポに関し、尾行され続け、 ヒトラー暗殺未遂事件が起きた1944年には拘束されている。第二次世界大戦後の1945年に政治活動を再開し、デュッセルドルフにキリスト教民主党を設立。この党は後にドイツキリスト教民主同盟に発展した。またハンスベックラーと共に労働組合連合を設立したが、 これは今日のドイツ労働組合連合へと発展している。アメリカ軍軍政部より新聞発行許可を得て来日シェポストを発刊し、この新聞社は現在に至っている。1946年1月、軍政部よりデュッセルドルフ市長に任命され、同年10月の選挙で正式に選出された。1946年からその死去まで、 ノルトベストファーレン州議会議員を務め、1946年10月には、軍政部より、同州副首相に任命された。1947年から1949年までは、バイゾーンの参議院議員も務めている。生誕100年を記念して発行されたきって1947年、ドイツキリスト教民主同盟、中央党、ドイツ社会民主党、 自由民主党、ドイツ共産党などからなる連立政権を組閣して、ノルトベストファーレン州首相を3期にわたって務めた。在任中は西ドイツ放送設立などの決定に関わった。1949年9月にドイツ連邦共和国が建国されると、初代連邦参議院議長に選出されたが、テオドール・ホイスが初代大統領に選出されるまでの6日間、 規定により、国家元首職を代行した。CD 党内では、ヤコブ・カイザーと共に、キリスト教労働組合出身者派閥に属し、主要産業の公有化を主張していた。また、第1回ドイツ連邦議会選挙の結果を受け、スピードとの大連立を主張したが、反対するコンラート・アデナウア初代連邦首相に、押し切られた。 1956年2月20日、建設的不信任決議が、スピード FDP、中央党の賛成により可決されて、終始消職を罷免され、スピードのフリッツ・シュタインホフが公認に就任した。1957年のドイツ連邦議会選挙に出馬して当選を果たした。翌1958年のノルトベスト・ファーレン州議会選挙には、 州首相の椅子を奪還すべく、州首相候補として立候補したが、投票日の一週間が前の選挙運動中に、心臓発作を起こし、57歳で急死した。ありがとうございます。